はい、どうもです。続きやっていきます。ではね、どうだろう、余裕ができたのかな。レベルはちょっとわかんないんだけど、正直、イベント重視でいこうか、後半戦は。ということで、琥珀くんのイベントを見ます。綺麗ですね。なんだ？この辺は人が多いね。最近ここで虎の五つ子が生まれたんだって。それで人が集まってるんじゃない？動物園か。へえ。ってなんで知ってるの？マサトラさんが教えてくれたんだ。おう、虎が雑用を代わりに受けようと面白い話を教えてくれたり見上げくれたりするんだ。代わりにやってるんだ。怖いけどいい人だよね。そう、すごいな、あのトラはいい人なんだって。琥珀は面白いね。ダリウスも琥珀のこと気に入ってるみたいだし、琥珀っていつの間にか人の懐に入る才能があるのも人徳の一つの現れ方ですね。あれ、あの制服の人たちは、帝国軍の人たちはこっちに来る。やり過ごすまで身を潜めた方が良さそうだな。身を潜めよう。相変わらず素早い。私たちも後を追わなきゃ。あ、待て、まとまって逃げると目立つって。確かに。俺たちは左の方に逃げよう。オッケー。浅草寺の近く、仲見世か。ここまで来れば大丈夫かな。仲見世、あ、間違った。仲見世ね、すごいですよ今も。熱々は手焼きせんべいだよ。今なら焼きたて、焼きたてだよ。焼きたてか。今ちょっと甘いものが食べられたいな、どっちかといったら。ふっくら美味しい名所焼き、名所焼きはいかがですか？人形焼きだ。ここも賑わってるね。ね、せっかくだしせんべいでも食べていかない？でもいいのかな、急がなくて。わざわざ外にせんべい食べに行くってことないですね。やっぱり焼きたての本場のせんべいってのは美味しいもんですかね。大丈夫、少しだけだって。この前一緒に狐を助けてくれたでしょ。お礼にご馳走させてよ。この笑顔、本当に懐にするっとと、あ、懐にするっとと張り込まれてる気がする。じゃあお言葉に甘えて。任せて。この辺にしまったっけな、お財布。琥珀、懐を探って何か探してるの？だってまずは先立つものがないと。ほら出てきた。ん？扇と駒。ああ、なるほどね。これも雑用のお代でマサトラさんにもらったんだ。これでお金を稼ぐのか。まあ見ててくれる？ものの5分でこのコマが銭に化けるから。え？そこで待っててね。あ、琥珀が手を挙げて。さてお立ち会い、寄っておいで、見ておいで。ん？なんだなんだ？見せ物か？さて手前、取り出したるこのコマで変幻自在の駒の舞、とくとご覧に入れましょう。へえ、駒回しか。できるんだね。わあ、おじいちゃん、見ていっていい？珍しいな。少し寄ってくか。よっ。お。よっ。かっこいい。すごいね、このコマ回しはすごい。写真撮っちゃおうか。おー、すごい。できますか？できないでしょ、誰も。まあ見事なものね。おお、なかなかだな。
だがこれだけってわけじゃねえだろう兄ちゃん。そりゃもちろん。ここからとっておきの一回転。一回転。おわ、空中でコモを一回転。おお、いいぞ、あんちゃん。次の技決まったら一戦やるぞ。一戦か。へえ、じゃあもう少し張り切っちゃおうかな。くるりと回って、あれよっと。うわぁ、今度は逆に回ってる。すげえ。わぁ、ケイモに大したもんだ。約束通りの一戦だ。とっておきな。孫が楽しませてもらったの。ありがとう、お兄ちゃん。ああ、面白かった。またぜひ見たいわ。市民女性現代風ですね。皆さんありがとう。これからもどうぞごひいきに。あっという間にお金を稼いじゃった。すごいね。琥珀すごかったよ。駒回し上手だね。驚いた。なんとなく体が覚えてたみたいで、なんとなくで。そこまで正虎さんに駒もらった時も自然とこの芸はできたんだよね。体が覚えてきたか。やっぱりこれも琥珀の生い立ちに関係しているのかも。資金は十分。さ、せんべいを買いに行こう。いや、すごい芸を見た。うまい。パリパリ。うん、あったかくて美味しい。ありがとう琥珀。どういたしまして。ああ、ついでだから団子も食べていく。いいね。本番のみたらし団子食べたい。でもそろそろ合流した方がいいかも。帰りに道がわからなくなったら困るし。そういえばダリウスさんは不思議な力で時々消えてるけど、あなたはできないの？できないよね。うん、私は鬼じゃないし、巫女はああいう力持っていないみたいで。その説明一度聞いたけど、いまいちよく分かってないんだよな。分かりにくいよね。なんで巫女のあなたが鬼の人と一緒にいるのかとか、うん、そっか、じゃあ私からも説明しようか。あまり大きな声じゃ言えないことなんだけど。じゃあ寺の方に行く。境内の奥ならあまり人も多くないと思うから、せっかくだし話を聞きたいな。もう少しだけね。わかった。じゃあダリウスさんたちといるのは成り行きってことなんだ。まあ言うなれば。うん、巫女の役目を果たすまでは私の世界には帰れないみたいだから。そっか、寂しいな琥珀。だって巫女の役目が終わったらあなたは家に帰ってしまうんだよね。まあね。俺、誰も知り合いがいない寝なし草だから、居候同士勝手にあなたを近くに感じてた。だから寂しいなって。琥珀、寝なし草なんてまたそんなことを言う。歌も掃除も駒回しも誰かと一緒に暮らしてたから覚えたもののはずだもん。最初から一人だったわけじゃないと思う。そうかな。だってダリウスさんだって言ってたじゃない。情報屋に聞いても特に俺みたいな男探してる人はいないって、うん、普通家族の一人が失踪したら必死になって探すもんだと思うんだけど、まあ、うん、それは琥珀の家族何か事情があるのかもって言っとこう。ここはとりあえずね、わかんないもの。わかんないのにいないとは言っちゃいけないよ。それは何か事情があって琥珀を探せていないのかもしれないよ。本当は5家族だって琥珀のことを心配しているかもしれない。琥珀も自分から家族を探してみたらどうかな。私でよければ協力するよ。え？うん、協力しよう。協力なんていいよ。あなたの方が遠い場所から来て大変なのに。確かに。でも私たち居候仲間でしょ。私一人だけ帰ることになっても嬉しくないもの。そうだね。あなたって本当に女神様みたいな人だ。よしよし、それは褒めすぎだと思うけどね。琥珀、一緒に頑張ろう。お互いの居場所に戻れるように。琥珀の場合まずは記憶を戻すことだね。いっぱいテートの街を歩いてみよう。何か思い出すと取っかかりが見つかると思うんだ。うん、わかった、うん、ありがとう。あなたの気持ち胸に染みた。
俺なんていいよ。よし、そうと決まったらダリウスと交流して怨霊退治の続きだね。頑張ろう。きっといつか琥珀の家族も見つかる。それまではなるべく琥珀と程度歩くようにしてみよう。よーし、 OK。 いいイベント見れましたね、これまた。さてと、夕方、じゃあ1回ぐらい戦っとこうね。今回ダリウスいるから。水、同じ属性の敵の時に絆を上げるカードが出てくるんだろうか。水属性か。火属性の通すか。レベル低いな。こうかな。あ、そういう限りでもないね。ほらほら、危ないよ。ダリウスさんに、ね、ご命令待ってます、お嬢様。先に取られそうだな、こっちで。ご命令待ってます、お嬢様。一旦引け。ありがとう。よそ見はいけ。よし、さあ駒を進めよう。勝利のためにね。これでよかろう。絶対にさせない。絆が上がってきたのかな。なんか守りやすくなってきた。女の人を狙うなんて最低だよね。琥珀もレベル上げられたの。行こう。わかった。行こう。わかった。これは琥珀を右上にやってダリウスさんを横にした方が良かったな。この位置来たね。ご協力お願いします。悪くない。よし、 OK OK。 やった、俺役に立てた。立った。さあ、お、夜イベント。ごちそうさまです。今日もルード君のご飯美味しかったな。インスタントの類を一切使ってない分、豪華だし、舌が肥えてきたような。まあ、インスタントがないから逆にやっぱこの時代っていうのはご飯作るのそのものが大変なんだよね。まあ、だからこそ、うん、今と違って、前も話したけど、中流家庭でも女中さんがいたわけで、うん、あるいは、うん、専業主婦というかね、まだまだ女性の社会進出は難しかったと。では、今日の片付け当番は、あ、私かな。今すぐやるね。じゃあ俺も手伝う。琥珀はいつもそれですね。機敏に動き回る姿勢は結構なことです。どこかの肉食獣にも見習ってもらいたいですが。ああ、俺は肉体労働専門だって最初から言ってんだろ。はいはい、ルードは嫌味を慎む、トラはいちいち牙を剥かない。みんな片付け終わったら森の湖に行ってみないか。湖に、そんなとこんな遅くに。ああ、きっといいものが見られると思うよ。なんだろう。うわ、綺麗。水面が真っ青だ。ダリウス様が術をかけている影響です。綺麗だろうな。力の陰影がさざ波にも反映しているようで、不思議な光を漂えていますよね。
ダリウスの術、そのせいで森の道順がわからなくなってるんだよね。このミニ湖までの道、ダリウスはスイスイ歩いてたけど、やっぱり不思議だな。ダリウスはこの湖をみんなと見たかったの？いいや。頭上をご覧。え？わあ、流れ星？流れ星かしら。ルード君、女の子みたい。女の子に見えるルード君。まあそれ言ったら琥珀もそうだけど。あ、今星が流れた。あ、本当だ。俺にも見えた。いくつも続いています。美しいですね。夏の流星群ってところかな。元の世界でも時々ニュースで扱われるけど、琥珀の森の中で見るとなんて神秘的だろう。今日は流れ星がよく見えるって予言書に出ていたけど、見事当たったね。予言書？予言書？またまた例の予言書かよ。これは予言というよりもひょっとしてあれなのか。巫女の出現だけじゃなく星のことまで書いてあるのか。予言書って何？占星術をもとに数十年前に記されたものだ。最近巷でも売れているよ。何せ2年前の怨霊出現から帝都の終末まで予知されている。終末まで？こんな発行禁止処分じゃん。発行停止処分、発禁。末尾のページに象徴的な一文があるんだ。そらんじてあげようか。はい。長きをもって栄えし世にも終末が来る。水を失い月も消えれば竜神の巫女が舞い落ちる。巫女は八つの葉を求め竜の御世を望むが、その願いは叶わない。叶わない。暗くも明るき空の下、発光が時の外まで飛び、そして竜神の裁きが下されるだろう。裁きが？竜神の裁き？何それ、なんだか怖いね。そう？俺は実感湧かないよ、うん、怨霊はいるけれど帝都は至って平和だもの。まあ すごいよね。帝都の人たちすごいよね。こんだけ怨霊いるのに。そんな騒ぎ立てるほどの大事が起きるとは思えないな。まあ帝都の人々の反応も大方は琥珀と一緒だよ。だけど表面は波立つことはなくても、水中ではすでにほころびが生じているのかもしれないよ。万事がね、そういうことですけど、ほころびって怨霊とか月闇の現象とかだったら、毎日怨霊退治していれば、倒していれば予言の終末は避けられるのかな。毎日危機の種を潰すのも大切かもしれないね。まあキリがないよね。焼け石に水かな。ただもっといいのは、諸悪の根源を見つけ元を絶つことだと思う。そうだろうね。それができれば鬼の一族も安心して元の暮らしを営めるだろうから。ダリウスにとっての根源って何だろうね。そうか、ダリウスは鬼の一族にかけられた誤解を晴らしたいって言ってた。だったら地道に解決を信じるだけじゃダメなのかな。原因が鬼の一族のせいじゃなく他にあるってことを示したいのかもしれない。なるほど。鬼の一族が過去の平穏を取り戻すことは私にとっても大事な使命です、私はダリウス様のご意志に従いこの身を捧げる所存です、どうぞ親方様のお好きに。俺は金をもらえて面白い仕事なら文句ねえよ。俺もマサトラさん側かな。予言だの鬼だのはいまいちピンときてないけど、ただ飯食わしてもらってるし、ダリウスさんにはついていきます。ありがとう。みんな
ダリウスを頭にしながら、頭かな、それぞれの理由で集まっている。私も元の世界に帰るために今はダリウスの目的に乗っていることだし、確かに、ね、なんだか不思議な縁を感じるな。本当に星が綺麗だね。星の一族ならば吉兆と見るか、それとも、時々出てくる怖いダリウスさん。お、同国参謀本部内。お久しぶり。どうでした、九段殿。今宵は星が多く流れすぎる、不吉な出来事の予兆だろう。星の一族で再度は不吉務めたわけですね。巫女の召喚、急いだ方がいいかもしれぬ。ならば速やかに手配しましょう。場所は、方角は南が基地と出た山がいいだろう。南の山というと愛宕山ですね。わかりました。警備は厳重に頼む。嫌な胸騒ぎがする。同国ハイカラ屋。あら、遅かったのね。今日はお仕事？星がやけに多かったから気になったな。鬼に巫女、ここに来て一気に動き出すか。今はまだ様子を見させてもらう。位置情報屋としてはな。さあ、ここまで最近はちょっとまったりペースでやってましたが、何かが動き出しそうですね。どうなってしまうのか。おはよう。おはよう。おはよう。昨日はよく寝られた？うん。お、どうしようかな。ルード君と。ダリウスさんのイベント見とこうか。ずっとついてるからね。あれ、ダリウスだ。ダリアの前にいる。また花の手入れをしてるのかな。どうしよう、手伝おう。手伝えることあるかな。声かけてみようか。やあ、こんにちは。ダリウス、花の手入れ、私も手伝えることあるかな。かわいい申し出ありがとう。でもちょうど終わったから大丈夫。お、そっか、声かけるの遅かったね。そしたら他の用事ない？私居候だし、何かダリウスの手伝いがしたいな。そう、そんな気遣いは無用だけどな。でもそうだ、今君にしか頼めない仕事が一つあるよ。なんだ？何？俺が一息ついている間、話し相手になってくれると嬉しいな。なるなる。それじゃあ労働になってないけどね。レモネードでいいよね。美味しそう。ルードが作っておいてくれたんだ。ありがとう。結局飲み物も飲み物の用意もダリウスがしてくれたし、ダリウスって本当私を甘やかしてくれるよね。ルード君やトラには厳しい時もあるのに、ダリウスって鬼の一族の首領、一番偉い人なんだよね。よく覚えていたね。そうだよ、4年前に先代から首領の座を継いだんだ。俺は本家の血筋ではなく、そうなんだ、分家の末子だから、本来なら首領になる立場にはなかったけど、力の強い者が一族を率いなければ衰退してしまうからね。これで正しかったんじゃないかな。なるほど。へえ、鬼の一族の話って詳しく聞くの初めてだ。そう、他の鬼の一族の人はどこにいるんだろうって話もあるから、みんな森の中に隠れ住んでるのかな。
鬼の一族ってダリウスやルード君たち以外にもいるんだね。他の人はどこにいるの？海の外だよ。はあ、なるほど。しばらくは国を離れるように指示してある、うん、今の日本では鬼の一族は肩身が狭いから身の安全も保証できないしね。なるほど、国外にいるんですね。あ、そういえば買い出しの時に行った時、公園で町の人たちの声を聞いたっけ。みんな鬼を憎んでいるみたいだった。そっか、町の人は怨霊が出るのは鬼のせいだって噂していたね。鬼への噂、決めつけでひどいよね。決めつけでひどいよね。嫌な感じだった。証拠もないのに勝手に決めつけてひどいよね。優しいね。俺たちの代わりに怒ってくれるの？うん、おこだよ。俺が一族と離れ帝都に残っているのは狩猟としての責任だよ。噂が誤りだと証明したいし、帝都を平穏に導くのは俺も望むところだ。ダリウスの眼差しが優しいのは、狩猟としていつも仲間のことを思っているからかな。昔から鬼が暮らしてきた隠れ里は綺麗な場所だったよ、うん、一族が散り散りに暮らした時代もあったけれど、30年前くらいかな、絆を重んじるため一族が集まり、また隠れ里で暮らすようになった、うん、今の小悪の森と同じでね。草原の奥に術を張って一族しか入れなくしてあったんだ。密やかな生活は不便もあったけれど、皆で助け合って幸福だったな。ちょっと30年前、ダリウスさんいくつ？わかる気がする。この小涌の森の暮らしも静かで居心地がいいもの。本当かい？君ならいくらでもいてくれて構わない。なんなら俺と結婚してずっと一緒に暮らす。やぶからも鬼。結婚？ダリウス今なんて言った？結婚するかいって聞いたよ。そんな顔色一つ変えず言うことだろうか。レモネードもう一杯いるくらいのノリだったから軽く受け止めてしまった。君を花嫁にもらうのは妙案だな。竜神の巫女殿ともあらば鬼でなくても皆納得するだろう。なるほど。何より君はこうしてそばにいても気づかれしない。いいね。気を抜ける相手だからね。ああ、そういう湯気子は素晴らしいですね。ダリウス、プロポーズなんて初めてだよ。しかも相手がダリウスみたいな年上の人なんで。ダリウスからのプレゼント、プロポーズ、今は考えさせてって言っちゃう。さすがに今すぐに返事はできないよ。その考えさせて冗談だと思うしね。私の世界じゃこの年で結婚なんてまだ早いし、それに何より、私は元の世界に帰るためにダリウスたちに協力してるんだし、帰るのをやめてずっとここで暮らすなんて決断は今はとてもできないよ、うん、そうだよね。大丈夫、マジレスしちゃったけど大丈夫。わかった、でもわかった。なんで笑うの？君といる暮らしがあんまり自然だから。つい気軽に求婚してしまったけど予想外だった。考えてくれる余地はあるんだ。それ考えるさ。え、予想外ってどういうこと？まさかダリウス今の話冗談だったの？ひどい。これでも真剣に悩んだのに。でもルードさんから奥様って言われる。怒らないで、半分は本気だったよ。どうしよう。それではダメかい？ルード君から奥様って言われるんだろうね。それ半分は冗談って言ってるじゃない。厳しいね。じゃあちゃんと謝るから耳を貸して。何？耳？なんでいきなり内緒話？はチューした。すまないね。俺はね、君のそういう屈託ない純粋なところが好きだよ。ダリウス今耳に。君との時間は実に楽しい。やっぱりいつまでも一緒に暮らしたいな。さて、先に屋敷に戻っているよ。レモネードのコップは
片付けておくから、君は頬の赤らみが引いてからおいで。笑ってる。確かに顔が真っ赤だ。からかわれたのにダリウスだと怒る気も失せるのはなんでだろう。耳チューされちゃいましたね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ということで失礼いたします。